新時代創価学会の皆さん、こんにちは。今日はですね、この創価学会発行の偽本尊による怪奇現象ということをですね、いろいろな方からね、いろいろな話をね、もちろん脱会した人からですよ、聞いておりますので、それをまとめてね、お伝えしたいと思います。これはね、私が作文して勝手にね、皆様方を脅かしているような話ではありません。直にですね、創価学会を脱会した人たちからお聞きしたですね、話で、ございます。まあ、5項目ぐらいね、に、分けてお話をいたしますけれども一番新しいですね、この1週間前にお聞きした話ですね、この脱会を決意した方ですね、まだ若い方ですね、20年代の方なんです。もうご結婚されておられますご夫婦なんですけども、その学会を脱会して日蓮召集に、復帰するということで、安置してある偽本尊を仏壇から剥ぎ取ってですね、そして、丸めてですね、方々払いをしようということで、玄関先の、ところにね、この偽本尊を巻いて、置いたんですけれども、このうめき声が聞こえるらしいんですよ。これは物理的にですよ。よくなんか心電現象で、他の人は聞こえないけれども自分だけ聞こえるとか、こういう話はねよくあるんですけれども、物理的にうめき声が聞こえると、これはねご本人の話だけではなくですね、奥様の方からも同じように、聞こえたということなんですよ。でね、苦しんでる、助けてくれっていうようなね、うめき声、とね、聞こえるという話をされましたよ。で、私これはね、最初この脱会を決意したご本人が苦しんでおられるから、それがなんかそういう怪奇現象となって聞こえるのかなと思ったんだけど、本人はねもう脱会を決意して、日蓮召集に、復帰ということで気持ちはすっきりしてるんですけども、この玄関先に置いて方々払いの用意をしておるこの偽本尊からですね、うめき声が聞こえると。でね、面白いのはその創価の偽本尊を外に出して自転車のカゴの中なんかに入れるとね、そういううめき声が聞こえなくなると。でまた家の中に入れるとうーんと苦しいねうめき声が聞こえるということなんですよ。これね、私ね、よくね、なんでこういう風なうめき声が聞こえるのかなといろいろ考えたんですけど、これ池田大作さんのですね、地獄の苦しみですよね、ここの偽本尊に込められた、もう脳梗塞で2回倒られてですね、創価学会も原田実とか今の執行部に乗っ取られてですね、本当に、苦しんでおられる、そのうめき声だと思いますね。これ恐ろしいことですね。今創価の偽本尊に手を合わせておられる方はですね、こういう話を聞いただけでも、たとえ熱心じゃなくて未活あるいは幽霊会員であってもですね、ご本尊偽本尊が家の中にあるということだけで、こういう敏感な人はですね、こういう声が聞こえてくるということです。あと去年ね、脱会した方からもこういうこと聞いてますよ。偽本尊に手を合わせて、まあ吻行とか唱題をするとね、死亡札が書かれていますよね、ご本尊様の両側と下の両脇に。ここからね、クス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 とね、煙が出てくるっていうんですね。でも気持ち悪くなって、これはもうちょっとおかしいということで脱会されたと。うちのお寺のご神道になっておられますよ。
ね、話聞きたかったらですね、いつでも私にお電話くださいませ。あとね、これもうちの お寺のご信徒さんなんですけどね、まだ働き盛りの壮年部の方なんですけどね、創学会の組織で座談会っていうのがありますね。この座談会で、まあ、地区なりブロックなりで、招待会をするわけなんですけれども、招待がね、始まると、その、中心のブロックとか、班長さんですか、地区部長さんですか、首がね、上下にね、バタバタね、揺れてきたり、足をバタ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 させると、これ気持ち悪くなってね、もうこういう創学会の座談会には僕はもう絶対に出席しないと。そういうふうなことをおっしゃってましたね。またこれはですね、関東の方なんですけどね、招待会で、創学会の座談会なんかで、1時間、2時間と招待、リレー招待っていうんですか、なんか知りませんけれども、同じようなことですね、さっき言いましたように、招待すると足が震え出す人がどん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 増えてくると。あとね、こういうことも聞きましたよ。これも私のお寺のご信徒の方ですけどね、ちょっと新しいご本尊様に変えましょうよ、ちょっとお線香な煙なんかで汚くなってますからっていう、まあそういう話だったんでしょうね。彼らよくそう言いますから、そして口車に乗ってですね、日清本尊に取り替えたその時ですね、直感したそうですよ、このご本尊はちょっとおかしいということを感じたということで、いろいろ調べていったら、やはり草加作成の偽本尊でありましたと、それで気がついてびっくりしてね、脱会されたという体験談も私生の声を聞いております。これ全部ね、私が作り上げたでっち上げでも何もありませんよ、生の声ですね。皆さんこういうふうに、おっしゃってるわけです。これはね、まあ僕なんか鈍感ですからね、あんまりこういう怪奇現象とかは分かりませんし、また私はもうちっちゃい時からね、7歳の時から日蓮召集で、半前に、もう創学会を脱会して、ずーっと、もう、7歳からずーっと、現在に至るまで日蓮召集ですから、こういうの、偽本尊の、恐ろしさ怖さなんていうのは経験しておりませんけどね、敏感な人はね、こういうことが分かるということなんですよ。このね、偽本尊っていうのはもう100回も200回も私繰り返して言っておりますけども、恐ろしいんですよ。池田大作さんのね、地獄ガキ畜生白海がもう煮詰まったですね、最悪の偽本尊ですね。ただの偽札を作ってね、売りつけてるっていうようなもんじゃないんですよ。あなたの生活、それからあなただけじゃなくて、その親戚、職場、隣近所の学会員、よく見てごらんなさい。変な死に方をしたとかね、突然に病気になって死んじゃったとか、気違いになって気が狂ってしまったとか、自殺をしたとか、そういう話聞きませんか。これはすべて創学会の偽本尊の騒ぎがですね、現実の生活に出てきてるということなんですよ。そこら辺をお気づきになることですね。また現在の創学会の組織見ておらない、もう反執行部の人間がですね、たくさん出てきて、もう分裂状態にすでになってるでしょ。今回の2019年令和元年の7月の参議院選挙を見てくださいよ。東京選挙区から
あれなんだっけ、レイは新選組ですね、沖縄の人なんですけどね、現役の総年部の創価学会員が、まあ落選はしたんですけどね、出てきて、今の創価学会おかしいっつって言ってんじゃないですか。また、反執行部の連中がですね、三色旗、学会の三色旗を上げてですね、祖学会の本部にデモ行進をしたりサイレントアピールとかやって、今の執行部はおかしいと言ってんじゃないですか。これはね、今の執行部がおかしいんじゃないんですよ。今の執行部の連中を育て上げたのは他でもない池田大作ですね。ここら辺がこの、東京から出た、沖縄の令和新選組の候補者も、それから実名告発創価学会ですか、こういう連中も分かっていないわけですね。根本悪は池田大作にあるということですね。それをね、理解していただきたいと思います。それで、今回の参議院の選挙、いろいろ数字が出ておりますよね。創価学会の熱心な活動家であるあなたは当然公明党に票を入れたと思うんですけども、さてさて、選挙区ではなくてですね、どれだけの日本の人たちが公明党を応援したかというのが一番よくわかるのは比例区のトータルの得票数ですね。で、これ毎日新聞がね、ちゃんと発表しておりますよ。下にね、URL を貼り付けておきますので、時間があったらですね、ご覧になってくださいよ。この前の改選から今回の参議院の改選で、得票率ですね、103万票も減らしておるということですよ。それから衆議院選、2年前だっけ、衆議院選から、今回の参議院選の比例区を差し引きますと40万票票が減っていると。選挙するたんびに票がですね、どんどこどんどこ、減ってきているというわけですね。特に前回の衆議院選挙、2年前の衆議院選挙からは18歳19歳の、人たちが、選挙権を持ちましたんでね、本来なら公明党の18歳19歳の人は投票するわけですから、公明党に票が伸びて叱るべきなんですけども、減っちゃってるんですよ。公明党はピークの得票数を、出したのは、まあ随分昔になりますけどね、小泉純一郎さんの、郵政解散の時ですね。あれは確か870万票ぐらいで、これがピークでね、その後選挙、参議院、衆議院、参議院、衆議院って、まあ何回も選挙を繰り返しておりますけれども、どんどこどんどこどんどこ減っちゃって、現在この前の参議院選挙からなんと103万票も減っちゃったということですよ。もう自利品状態ということですよね。そういう今あなたは、環境の中にいるわけです。ところが創価学会にいると一方通行の情報でちゃんとした情報が入ってこないでしょ。これで、政教新聞とか公明新聞とかで大勝利なんて言ってますけどね、大勝利じゃないんですよ。人数を絞って候補者を出してるから大体通るんですね。それでも通らなかったのは、あれ、統一、あ、地方選挙だよね。統一地方選挙、今年の。特に、大阪、京都、それから兵庫かな。上昇関西なんて言っておりますけれども、何人も、落選しちゃいましたよね。もう上昇関西でも何でもないんですよ。もう敗北関西ということになっているわけです。あと最後にね、私は日達承認芸家の本尊ですから、それで大丈夫だと思います。創価学会の本尊には変えておりませんって言うんですけどね。結構おられますよね。いやいや、もう何が何でも、この創価学会発行の本尊には、手を合わせたくないと。私は親から、譲っていただいた日達承認の本尊を拝んでおりますから大丈夫ですと。大丈夫じゃないんですよ。創価学会の組織というのはもうね、
平成3年に破門されちゃってるんですよ、28年前に。血脈は流れていないんです。ですからこのような、二世召集の芸家様の改元されたですね、ちゃんとしたご本尊を持っていても、あなたが創価学会員である限りですね、絶対に、保水者病、放水は流れてこないということですね。こういう方もよく自覚され、この魔の組織ですね、あなたを不幸にする組織、創価学会から一日も早く脱会されることを切にお祈り申し上げます。何か質問がありましたらね、私は大阪在住でございます。大阪市内住吉区、所属寺院は手塚山にございます妙林寺でございます。何か ご相談とかね、脱会したいという方はですね、下に、私の携帯番号を入れておきますんでね、まあ、夜中以内は、気楽にですね、お電話ください。また東京関東方面の方もね、信頼されておる私の所属人のご住職も認めておられる男性の方ですけどね、立派な新人をされておる方がおられますんでね、関東東京方面も、何か、自分の近くのホッケコインとですね、直に話してみたいわとか、あるいはもう、脱会を決意した方はですね、電話番号とかね、大体の話をお聞きしてですね、東京在住の友人に伝えますので、電話が あると思います。以上でございますんでね、よろしくお願いいたします。とにかく、この気持ち悪いですね、抹消偽本尊ですね。これ聞いてる方は、いや何もないよって思ってるかも分かりませんけど、敏感な方はですね、いかに恐ろしい魔物、毒蛇、猛毒の毒蛇、毒蜘蛛を家の中に飼っておるということですよ。恐ろしいことですからね、一日も早く仏壇から剥ぎ取ってですね、お寺で方々払いをして、日蓮召集、正しい血脈のもと、正しい送電仏法のもと、ご信心をされることを切にお祈り申し上げます。今日は以上です。それではまたお会いいたしましょう。